赤ちゃんの泣き声が鳴ったところで時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。どうぞ皆さんどうぞよろしくお願いいたします。本日は、黒崎歴史街道プロジェクト、不思議発見というものに、ご参加いただきましてありがとうございます。私はですね、本プロジェクトの、プロジェクトリーダーといいますかいう形で一応責任者をやらせていただいております四つ葉総支配人の寺下龍馬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回はですね、今、外の方すでに人力車が走っております。で、黒崎の町をですね今日限り1日15時までの間ですね無料施行をさせていただいております。まずそれが1点ですね。それとこれからですねこちらのリハーサル室の方で、していただく、畑野先生と生徒菊池先生の、お二人の講演会、そしてその後ですね、黒崎ヒストリーピンワークショップということで、世界のネットワークでヒストリーピンっていうホームページがございまして、世界の昔と今をですね Google ビューを使って、一覧にできるそういったネットワークがございます。でそれの、写真を黒崎の昔の写真そして今の写真どういうふうに載せるかどういうテーマで出すかっていうところを皆さんと一緒にお話し合いができたらなというふうに考えておりますので、ちょっと長丁場とはなりますけれども5時ぐらいまで、はい、ちょっとお付き合いいただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではですね、まず、講演会の方を始めさせていただきたいと思います。で講演会ではですねそのヒストリーピンのワークショップを踏まえて、黒崎がいかにしてできたのか、そして黒崎がいかにして発展してきて今に至るのかという話をしていただきます。でまずはですね、畑野先生に、黒崎の町はいかにして出来上がったのかということについて、お話しいただきたいなと思いますので、皆さんですねリラックスして、聞いていただければなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では畑野先生大丈夫でしょうか。はい、じゃああとはよろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。岡田郡の宮司の畑野と申します。で今日は大安吉日の日曜日でとっても縁起のいい日、ね、結婚式とか、実は合ってるんですけれども私ちょっと抜けてきました。よくご参加いただきましてありがとうございます。で今日はですね、黒崎の町はいかにしてできたかというお話をさせていただきます。昔の古文書の資料とかをコピーして持ってまいりましたので、それに基づいて話をさせていただきます。皆様方の お役に少しでも立てればというふうに思って話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、はじめにですね、資料の確認、そちら側にこの資料があったと思います。黒崎の町はいかにしてできたかというレジュメがありまして、あといろんな古文書の文書のコピーを置いております。持ってない方はいらっしゃいませんかね。皆さんも1枚ずつ取っていただいたでしょうか。で、黒崎の町ってどこからどこまでが黒崎の町かということになるんですけれども、今日ご参加いただいた方、八幡西区にお住まいの方ちょっと手を挙げていただけたら。八幡西区の方、はい、10名ぐらいありがとうございます。東区の方いらっしゃいますか。2名いらっしゃいますよね。東区でもない西区でもない方はいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますね。主に八幡西区のこの JR 黒崎駅を中心とした範囲、旧熊手村と旧藤田村が、大体黒崎というエリアになりますので、そのことについて話をさせていただきます。ちょうど神社が出てまいりました。私が勤めております岡田宮という神社であります。岡田宮に来たことがある方はちょっと手を挙げてみました。嬉しいですね。もうかなりの方がお見えですけれども、1割ぐらいの方がお見えでないので、ぜひ帰りでも寄っていただけたらと思っております。毎日5時まで、神職と巫女が詰めておりますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。これは黒崎の町の航空写真、なかなかいい写真がなくてですね、JR 黒崎駅がありまして、ここは祖号になってます。まだで、ここが城山という黒崎城があったところですね。
でこれはあの JR 黒崎駅で皆さんよく利用されると思いますけれども、まあ、実はつい最近までですね、今ランキングで言うと JR の駅は九州圏内で6番目なんですね。6番目多いのか少ないのか。 JR の駅って九州に全部でいくつあるかご存知ですかね。私知ってますって人います？566あるんですよ。その中の6位ってすごいと思いません？でもですね、半分は無人駅なんですね。で人がいる駅員さんとか駅長さんがいる駅は566の中の半分ですから280ぐらいしかない。まあそれでもまあ566分の6っていうのはすごいと思うんですけども、まあ僕が子供の頃はですね、実は黒崎駅は3位だったんですね。でまあ博多と小倉っていうのはずっと、まあ、不動の2トップでありまして、まあ、実は黒崎昔ですね 2万人以上利用客がいたんですよ。でもちろんこれここにも書いてますけど、これ新幹線の人員は含まない JR 九州だけの人数であります。で、まあ、黒崎が2万人割って、まあ、今1万5000人ぐらいですから必然的にランキングが下がったと。で鹿児島中央駅、大分駅、折尾駅に抜かれてしまったから今6位となってますけど、まあ、この辺見るとあんまり変わりませんよね。で例えば佐賀とか熊本とか長崎駅よりも利用者が多いんですよ。そう考えるとすごいと思いません？県庁があるところよりもですね、利用者が多いんですよ。なかなか黒崎捨てたとこじゃないなというふうに思っております。で、この数字覚えてもらうと、黒崎が、まあ、1万5000人1日、折尾が1万6000、大分は1万6000、鹿児島が、まあ、1万9000という数字なんですが、皆さんこの電車乗ったことあります？乗ったことある方、もうほとんどの方乗ってますよね。駅員さんがこんな大きなガマ口持って中で切符売ってるんですよね。ものすごく懐かしくて結構高いんですよね。あれ初乗りが200円か250円ぐらいするんじゃないですかね。高いなと思っていつも乗るんですけれども、でもこれはですね、1日6000人の人が利用しております。ということはさっきの1万5000人の黒崎駅にこの筑豊電鉄の6000人を加えると2万1000人の方が周りをぐる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 回っているということになると、あ、これ3位になるじゃん、鹿児島駅抜いてしまうねということになります。口、ちょっと難しい字ですね。行という間に目を2つ書いて、まあ、進むの侵入がないの口で地。この言葉聞いたことある人います？さすがにいませんね。まあ、これは司馬遼太郎が書いた夏草の譜という小説の中に出てきます。長宗我部元親が主人公で、もともとは土佐の小さな大名だったんですけれども、まあ能力があったので土佐一国を平定します。で今度は四国を平定しようということで、まあ、今の徳島県とか香川県とか愛媛県に進出をするんですけれども、軍隊を動かすには道路が交差しているところを押さえないと軍隊を動かすことができません。池田高校っていう高校がですね、徳島県に昔あったんですね。山彦田線というふうに、あそこは今池田市とか池田町と言ってますけれども、その江戸時代は当時は白地村というふうに言ってたわけですね。そこを司馬遼太郎が小説の中に書いています。長宗我部元親がその白地村を何とかして手に入れたいというところの文章なんですけれども、口という言葉がある。街道が四方から集まってきてその場で交差している、そういう地点を言う。こういう場所には大軍の集結が容易だから大戦が起こりやすい。有名なところで言えば美濃関ヶ原が口であり、四国ではこの白地が口であろうという小説があります。まあ興味のある方はぜひ図書館に行って司馬遼太郎の夏草の句を読んでいただけると、あ、ここに出てくるんだということになります。だからまあ小倉もまあ口でしょうし、博多も口でしょうし、佐賀も熊本も口だというふうに思っております。
まあ、くじというのも大きい大中小あるので、まあ、黒崎はまあ上の上じゃないですよね。やっぱり、まあ、下の上とか、まあ、中の下、まあ、そのぐらいの口じゃないかなというふうに考えております。で、レジュメの2つ目、古事記と日本書紀括弧して神武天皇大和武尊皇后神宮皇后、古事記日本書紀という日本で一番古い本があります。だいたい今から1300年ぐらい前に書かれた日本最古の書というふうに言われております。で、まあ、実は、まあ、たくさんの登場人物が出るんですけれども、今挙げたこの3人の方はですね、この北部九州を通っております。で、結構北部九州というのは出てくるんですけれども、南九州というのはあんまり出ないんですよね。ですから、おそらく大和朝廷にとっても南九州というのは、まあ、馴染みがないというか、まあ、あんまり重要ではないポイントだったかなと。で、なぜ、この辺がこういう神武天皇とか大和武尊の皇后神宮皇后とい う, まあ、有名人がですね、出てくるのかとなると、さっき言ったここはやっぱり交通の要所だったということと、やはり古事記日本書紀の中に昔この北九州地方を治めてた豪族の名前が出てくるんですね。熊割の命と言います。聞いたことあると言いますか、熊割の命。何名かいらっしゃいますよね。この辺の地名で熊手とか熊西とか猪熊とか熊がつく地名がたくさんありますけれども、それは部族の名前から寄っているという説もあります。で、その、まあ、熊割っていうのは結局大和朝廷に協力して、まあ、位をもらう、その代わり土地を寄進するとか塩田、塩の田んぼですね、塩の田んぼを寄進するとか漁場、魚が取れるところを寄進するというのが古事記日本書紀の中に出てまいります。それがですね、1行2行じゃないですね、15行とか16行出てきますから、地方豪族がそれだけの行数を古事記日本書紀の中で割くっていうことは非常に珍しいんですね。周りに他の地方豪族も出てきます。博多の七つの豪族も出てきますし、糸島の豪族も出てきます。七つの豪族は1行です。糸島の豪族は3行しか出てきません。この北九州の豪族は15行出てくるわけですから、いかに大和朝廷にとってはその土地とか塩田とか漁場というのが、非常に大きなものだったかということが現れではないでしょうか。で、神武天皇もここを通って奈良の方に進みます。大和武尊の皇后も熊襲を征伐するためにここを通過しております。神宮皇后も朝鮮に出兵するためにやはりここを通行しております。これはですね、うちの神社に残っている一番古い銅でできた鈴ですね。5世紀と言いますから、今から1600年ぐらい前に作られております。で、これは九州でだいたい15個、全国でも60個ぐらいしか古墳の中から発掘されておりません。昔神社の近くに古墳がありましたので、おそらくその古墳から出たものだというふうに、まあ、博物館の方たちは言っております。何年か前にですね、博物館の調査がありまして、銅の成分とかの検査をいたしました。奈良地方の銅が使われるというふうに言われていました。ですから、おそらく大和朝廷に協力した地方豪族たちが、まあ、褒美としてもらった鈴の一つであろうというふうに言われております。古事記上巻国海、皆さんお手元の資料どっちが見やすいですかね。まあ、どっちも見やすいと思います。これは古事記の上巻の国海の上になります。まあ、古事記っていうのは、まあ、ご存知の通り西暦712年に完成をしております。もう1300年以上経ったわけですよね。で、上中下の3巻からなっておりまして、まあ、上巻は、まあ、神代の神様のことが中心に書かれております。で、その中で、
まあ、イザナギ、イザナミという2人の神様が結婚して島を8つ産むんですね。本州とか沖ノ島とか佐渡とか。でここから読むと、まあ、四国の方になって、さぬきの国、いより姫という、いより姫と、阿波の国は大月姫という、土佐の国は竹よりわけという、次に、これ、ちょん切れて、ちょっともうちょっとこう縮小してもらったら、縮小と、ちょい上げて、まあまあこんなもんですかね。はい、ちょっと上げとるけ、はい、そうですね。下げる、ちょっと上げて、上げる。なんかこう本かなんか挟んだらいいかな。で今度はあの沖ノ島を産みます。あの島根県の沖ノ島ですね、三つ子の島というふうに。でそして今度はもういよいよ私が住んでる、まあ、九州なんですけれども、次に筑紫の島を産む。九州とは言ってません。この島も身一つにして表四つあり、体は一つだけども四つの面を持ってますと。で彼、それ筑紫の国は白日わけという、豊の国は豊日わけ、日の国という、豊日わけという。日の国は竹、日向日豊串という。熊襲の国は竹日わけという。まあ、ここに書いてますけれども、まあ、島自体はあの九州と言わず、当時は筑紫の島というふうに言って、上の方は筑紫の国、東の方は豊の国、西の方は日の国、南の方は熊襲の国と、4つに当時我々の日本人のご先祖様は考えていたようであります。まあ、私はですね、大学は東京の神社の大学に通っていました。まあ、実は神社の大学って全国に2つあるんですね。で短大という、2年生の短大は6カ所あるんですけれども、神社の大学は東京の渋谷の国学院大学、あとは伊勢に神宮工学館大学というところがありまして、私は、まあ、父も祖父も国学院大学の神道科を卒業してましたので、まあ、東京の方に行きました。同級生が83名いまして、まあ、もう全国の跡取り息子がですね集まって、北は北海道から、南は、一番南は宮崎でしたね。鹿児島沖縄の子はたまたまいませんでしたけれども、宮崎の子は九州だけで10人いましたからね。だからもう大体、まあ、各ブロックごとに何人かずつ来ておりました。で私波多野と言いますから、波多野お前どっから来たのって聞かれたら、僕ね福岡からって言って、へえ九州っていうふうに言われるんですね。でも今言ったように九州じゃないんですね。4つなんです。でここで3番目の九州と音楽群というところに入っていきます。で時代が経っていって、まあ、奈良時代に入ると人口が爆発的に増えてきます。でそれで国の分割というのがあります。例えば岡山の方に吉備の国というのがありますけれども、これは3つに分割されます。備前、備中、備後。京都に近い方が前、京都に遠い方が後ろ。九州でも同じことが行われます。筑前、筑
で3つの国が前と後ろに分かれましたので6つになりました。で今度は最後に熊祖の国が3分割されます。ご存知の方いらっしゃいますかね。薩摩大隅日向。そうです、素晴らしい、はい。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9 ここで9つ国が4つか9つに分かれたわけですね。で、一番最後に分割されたのはこの大隅という国になります。大隅半島ってありますよね。鹿児島の東半分になります。西半分は薩摩半島と言いますけれども、まあ、鹿児島県の半分が大隅。この大隅が日向の国から分割されたのが西暦713年、ちゃんと記録に残ってるんですよね。ですから、まあ、実は2年前が九州9カ国成立1300周年だったわけですね。今年が1302年目になります。ですから私たちのご先祖様は1302年前から九州という言葉を使い出したわけであります。でそしてそれぞれの国の中に今度は郡があるんですね。まあ、この筑前の国でいうと恩賀郡とか粕屋郡とか倉手郡とか10はあります、筑前だけで。まあ、武前の方は菊郡とか宇佐郡とかですね、そういう郡があります。まあ、さっき言ったように筑前、筑後、武前、文後、肥前、肥後、日向、大隅、薩摩。これはですね、恩賀大院という重要文化財に指定されております。東京国立博物館にありますけど、見たことある人いますかね。東京に行かないと見れないんですよ。残念ですよね。やはりこういうのはですね、九州に置いていただきたい。団員って何かっていうと、昔ですね、軍団制というのが奈良時代に全国にありました。九州で18個軍団が置かれております。定員が1000名ですから、まあ、1万8000人。でその中で、筑前で4個軍団が置かれてましたので、まあ、4000人の、まあ部隊が置かれてて、まあ、全国でいうと100ぐらい軍団があったそうですから、10万人ぐらいの常備軍が当時大和朝廷が持ってたということになります。で、まあ、筑前の国には、恩賀と三笠、あと2箇所ありましたけれども、この印鑑がないと、これ 裏ですからね。恩賀団印というふうに呼びます。まあハンコですからね、逆さまに字がなってますから、このハンコがないと舞台を動かせないということで、これがですね、たまたま田んぼの中から見つかったんですよ。ラッキーでしたよね。1300年前のこのハンコが知らんで燃やされてしまったらもう大変なことになってます。まあ、もし皆さんがですね、東京出張とかディズニーランドに行くときは、もう1時間でいいですから上野の国立博物館に行ってください。で、上野の国立博物館とっても広いです。もうね、1日かかります、全部見て回ろうと思ったら。その中で古代史のとこに行ってください。でそうすると恩賀郡の印鑑と三笠郡の印鑑が置いてます。まあ、実はさっき全国に100カ所軍団があると言いましたけれども、このハンコが残ってるのは2個だけなんです。残りの98個は未だに発見されておりません。もし見つけたら教えてください。はい、また九州の図に戻ってきましたけれども、まあ、鎌倉時代の九州図というふうに書いております。まあ、実はあの鎌倉時代の前は、まあ、源平の合戦の時代がありました。まあ、源氏と平家がですね、争ってどちらが政権を取るかという争いがあって、で最終的に壇の浦で決戦が起きまして、皆さんがご存知の通り平家が負けて源氏が勝ったわけですね。
で当時九州の土地はもうほとんどが平家の領地でありました。で平家が滅んでしまいましたので、この九州の九カ国の土地は全部源氏方が没収して、自分に、まあ、功績があった源頼朝によく味方した武将たちに恩賞として与えられました。ちょっと色が違うのが見えますかね。この豊前、筑前、肥前、これは商人という頼朝のお気に入り、商人、助頼という守護大名がこの3カ国をもらっております。まあ前が3つついているから通称その三膳と言いますけれど、で真ん中九州ですね、豊後、筑後、肥後、後が3つついているから三後と言いますけれども、これは大友義直さん、この人の子孫が大友宗麟という有名な人間がこの数百年後に生まれてくるわけであります。で下の3つ、まあ奥の方だから三国と言いますけれど、日向の国と大隅の国と薩摩の国は島津さんがもらいます。ですから九州の九カ国は、まあ、3人の大名が3つずつもらった計算であります。でも彼らは守護大名と呼ばれまして、全部が全部権力があるわけじゃないんですね。各荘園ごとに今度は地頭という人たちがいます。ですから各国に地頭が30人も40人もいますので、まあ、九州だけでどうでしょうか、300人か400人の地頭がいたわけですね。その地頭たちを、まあ、支配するというか、まあ、こう地頭同士が喧嘩しないように、ね、年貢を鎌倉とか京都に持っていくことができるシステムをこの守護大名たちが、まあ、働くわけであります。でこの当時まだ黒崎という言葉は出てまいりません。まあこの辺ですよね、この豊前と筑前の境、ここに境川という川が流れております。八幡東区と小倉北区だったらまだ板筆川って言ってますよね。それが戸畑に入ると今度境川というふうに名前が変わるんですけども、国境の川が流れて、これは北条時頼の袖藩下し踏みという麻生家がもらった建長元年1249年の文書です。ここになんかぐにゃぐにゃって書いてますよね。これ花押といって、まあ、サインですね。北条時頼さん、時の執権ので、この文章自体はですね、本人が書くわけじゃないんですよ。大名たちが有筆といって書く専門の人がいます。で最後に間違いないよっていうことでご本人がサインをする。これは袖の方にサインしてますから袖藩下し組というんですけども、ちょっと読んでみましょう。下す小次郎病への城助時、早く筑前の国山賀省のうちの麻生の省信の省攻略後三箇所地頭大事式のことなさしむべき、右の人親父次郎入道再年今月日譲り状に任せ他の職として沙汰いたすべきの上九段のごとし建長元年6月26ですね。これはで何が書いてあるかというと、当時ですね、この、まあ、北九州地域の半分は山賀という地頭が治めてたわけですね。でこの、まあ、西念さんって、まあ、お父さんがその山賀さんなんですけれども、まあ、子供が何人かいたわけですね。でこちら小次郎病次男さん、まあ長男に全部譲るんじゃなくて次男にもある程度譲ろうということになって、財産相続財産分割をするわけです。でまあ、全体のですね1割ぐらいをこの次男さんがもらうんですね。ですから、まあ、9割は本家の山賀さん、1割を次男の麻生さんがもらったという
ことで、これが遺言状に従ってこの地の支配権を持ってた北条時頼がその権利を認めたという書状なわけです。もちろん鎌倉から来てるんですよ。はい、これは初めてお目にかかる出雲高影申し状、皆さんの資料の中にあります。文献上初めて黒崎という文言が出てくる文書です。西暦でいうと1343年、南北朝時代ですね。この出雲高影っていうのは島根県の出雲大社の宮司さんの息子さん、宮司ではない、兄ちゃんが宮司になりますから宮司の弟さん になります。ちょっと読んでみましょう。和洋の時に出される文書目録のこと、1,2,3,4,5,6,7 ありますけれども、1,2,3,4つ目、筑前の国恩賀国黒崎受け取り在所も覚えず候ということなんです。でもこれは何かというと、お父さんが死んで兄ちゃんが出雲大社の宮司になって、彼は弟は補佐役になります。で、それぞれの役割分担、そういうのをしないといけないということで、お父さんの遺言状に従っていろいろ申し訳、申し合わせ、和洋するというところの文書、出雲大社の1905号文書になります。で、ちょっと読んでみましょうかね。これは出雲大社の造営、建て替え、造営、旧期証文知らぬ候、昔の証文がわからない、それと京都万役六原の受け取り代官増村伏せて候やら、どこに行ったかわからない、未だ選び出さず、その次に筑前受け取り在所も覚えず候、長門石関地区地受け取り伏せて候やら、未だ選び出さず候だ。昔はですね、地方の大名商名たちの、軍役という、お手伝いをしないといけない。例えばこの100年ぐらい前にですね、隣の中国に元という国がありまして、元寇といって日本に2回攻めてきましたよね。でその時は鎌倉武士の働きで撃退したわけですけれども、その後もずっとですね、各砦に全国から当番で1年おきぐらいに、その何て言うんですか、兵隊を送らないといけないわけですよ。もちろん京都の六原にも兵隊を送らないといけない。結構負担なわけですよね。50人60人部下を出すということは、それだけの費用もかかるわけですから。で、藤田の場合は、京都の六原にも出さないけれども、代官がみんな不在で、どうするってという話。当時南北朝時代だったので京都は荒れてました。で黒崎にも行かないけんと、でも黒崎ってどこにあるのかなと、で長門山口県も行かないけんと、でも仕事だから、誰か家老を一人ずつ派遣せないけんなということになります。これが黒崎という漢字が出てくる初めて。はい、続いてこれは麻生宗光軍中所、皆さんの資料の上の方になりますね。実はこれが1356年、まだ南北朝で足利尊氏と後醍醐天皇が戦っている頃です。だから九州も当時、後醍醐天皇につくグループと足利尊氏につくグループに分かれて戦っておりました。で当時さっき言った麻生家の子孫の麻生兵庫之助峰光という人が、頑張ったので、この軍中状をもらっております。ここに熊手合戦というふうに出てきますけれども、熊手村で南朝型と北朝型の合戦があって、麻生宗光が手柄を立てたと。でそれを、こうやって証拠人もらって、後日恩賞の時に、家族の対象になるということになります。
これが熊手という文言が出る初めてのことですね。さっき言ったように黒崎っていうのは半分は藤田地区、半分は熊手地区。これはですね、麻生広家さんが地業、自分が支配している土地の目録、1448年もう南北朝時代が終わって、もう室町幕府になって世の中が安定したわけですね。でこの時はさっき言ったこの麻生さんのところは次男坊なんですけれども、長男の山賀さんが後醍醐天皇についたんですね、南朝方に。で次男の麻生さんは北朝、足利尊氏についた。でどっちが勝ったかというとね、皆さん社会科の時間に習ったように、まあ、南朝が負けて北朝が勝ったということで、長男系列の山賀さんの土地が全部次男の麻生さんのところに行ってしまった。でここに初めて藤田村というのがここに25丁、藤田村、麻生の庄、信、織尾、神田、瀬田、二島、有家、安谷、阿野、島出、藤田、小倉、東尺、島津、二、岩瀬、羽生、仲間、乗松、古賀、幌末、これは二島、安谷、小竹、白島、石油の武器基地があるところですね。でこの次の資料を見ていただきますと、その83号文書に麻生広家地業総称在合村浦浜諸所目録写しというのがあります。まあ1448年なんですけれども、でこれで当時その麻生家が支配していた土地の範囲が分かるわけですね。でこの文書のが非常に面白いのがですね、公の土地の取れ高と私の土地の取れ高と二重帳簿になっているということですね。ですから、まあ、彼らの上役であった将軍家とか山口県の大内家に対しては少なく申告をしております。実際よりも多く申告する、まともに申告してしまうと戦いのたびにそれに見合った軍隊を出さないといけないわけですよね。だからやっぱ100人出すよりも80人の方が楽じゃないですか。でそうやってこういった二重の帳面をつけてそれが残ってたということで、非常にラッキーな文書であります。お、あと20分しかございません。まあそういう変遷を隔てまして、まあ、実は1600年にですね、まあ、皆さんご存知の大事件が関ヶ原の合戦、徳川家康と石田三成がぶつかるわけですね。まあ、結果はご存知の通り、徳川家康が勝利して石田三成が負けるわけですね。でこの筑前の国をもらった黒田長政っていう殿様は、それまでは大分の方に18万石で住んでたんですけれども、まあ非常に手柄があったということで、まあ、52万石をもらったというふうに言われております。いいですよね、18万石から52万石になるって3倍ぐらい領地が増える。ところがちょっとそれはなかなかそうはうまくあ、ちなみにこの人知ってますよね、麻生太郎。ちょっと口がこう曲がってますけれども、本当に曲がってるんですよ、近くで見たらこの人もおそらくさっき言った麻生家の子孫の方の一人だというふうに言われております。でよく言われます、
いや、なんで麻生家は八幡とか戸端にいたのに飯塚にいるの？で、昔の麻生家の記録が残った麻生文書というのがあります。博物館が出しました。もう売り切れで、今古本屋さんに行けばですね、5000円ぐらいで売ってますから、ぜひ買ってみてください。まあこういう手紙なんかを見ますと、昔はですね、子供が10人も20人もおったわけですよね。最大でですね、42人男の子がおったと。ちょっとね、だから話半分かなと。まあそれでも21人っていうのはすごい数ですよね。でも後継ぎ1人だけですよ。じゃあ残りの人はどうなるかというと、まあ家来になって家老待遇になるか、兄ちゃんの隙を見てブスッとやって兄ちゃん倒して自分が新しい殿様になるか、まああとは逃げるかですよね。おそらく麻生太郎さんのご先祖様は何らかの事情があって、この北九州から飯塚に逃げたというふうに考えている。で、侍を辞めて百姓になった。で、こう田んぼを掘ってると黒くて燃える石が出てきたわけですよね、江戸時代に。これは燃える石やねって、商売になるかねということで今の麻生財閥ができてしまった。だから人生何が幸いするか分かんないわけですよ。500年前に北九州で負け組で逃げた麻生太郎さんは今は財閥の御曹司、社員は5000人以上います。で、麻生家の当主、今でもちゃんと直系の子孫がいます。この人の家には北条時頼からもらったお手紙、足利尊氏からもらったお手紙、100通ぐらい残ってます。でも普通のサラリーマン、マンション住まいですね。同じ麻生さんでもね、だいぶ違う。まあそれも何かの拍子で人生ばっかね、道が分かれてしまうんじゃないかと思います。話を元に戻しましょう。お手元の資料、これはね、元和元年と元和3年と寛永11年の版物ですね。まず古い方からちょっと読んでみましょう。筑前の国、都合50万2416石、52万石じゃないですよね。確かにどう見ても50万しか見えません。ということは黒田家は50万石だ。最初の頃は目録別紙にありのこと、当てがいおわぬ、あなたに与えます。全く領地あるべきの上九段のごとし、元和3年9月ですか。このサインは二代将軍徳川秀忠のものです。黒田筑前の神殿へと書いております。でも年号を見てください。1617年ですよね。関ヶ原の合戦から17年経っております。いや、宮司さん、最初、ね、17年前は徳川家康からもらったんじゃないですかと。実は徳川家康はこういう書状を一切発行しておりません。二代目将軍から発行しております。なんでだと思います？どうでしょう？単語が出てこない。単語、まあ、豊臣の政権というか、あの直営がまだ生きてたから。そう、ピンポンです。素晴らしい。実は1615年まで大阪城に豊臣秀頼が生きていたわけですよね。で、いくら徳川家康が関ヶ原の合戦で勝って政権を取ったといっても、まだ遠慮してたわけですね。だからこういう書状が出せなかったらしいです、ね、一通も残ってません。もし見つけたら教えてください。大発見になります。それで大阪城が1615年に落ちましたので、二代将軍は大っぴらにこういう書状を出すことができたわけです。ではなんで52万石になったんでしょう。次行ってみましょう。これは三代将軍家光が黒田長政の息子の忠行に出した領地版物です。1634年。ちょっと読んでみましょう。筑前の国、佐原郡、中
佐原、中、島、粕谷、宗像、むしろだ、三笠、上座、穂波、旧家郡、九つの郡、並びに安郡、島郡、下座郡、三巻郡、昔音楽郡のことを三巻郡と言っておりましたので、倉手郡、伊都、六郡のうち諸所、都合、43万3100石、目録別紙にある、領地あるべきの佐田九段のごとし、寛永11年8月4日、筑前侍従殿へと書いております。今度、43万石になさいました。なぜでしょう。分家したから。そうです。忠幸さんは長男でした。で、あと次男さんと三男さん。三男は秋月で5万石、次男は秋月で5万石、三男は能形で4万石。だから 4+5+43 は52と。じゃあ2万石もなんか急に生産能力が上がったかなと、まあ、そういうことはあんまり深く考えなくて、まあ、一つのステータスというんですかね、石高自体が、まあ、実は1600年当時に50万石もなかったはずなんです。その前に太閤検地という豊臣秀吉の検地がありましたけれども、筑前の国は36万石でした。たった数年で14万石も生産能力が上がるはずはない。でも、これはですね、まあ、黒田家のその血筋というか考え方というか、黒田長政はどうしても50万石が欲しかったみたい。なぜかと言いますと、自分のお友達の加藤清正とか福島正則とか小早川秀明がみんな50万石なんですね。自分だけがちょっと40万石じゃちょっと格好悪いなと、まあちょっと無理して、本当は40万石しかないけれども50万石といった可能性がかなり高いようであります。でこの2代目にしてもやはりそうなんです。本当は50万石、次男と三男引いたら9万石引いたら41万石なんですね。そうすると、まあ、実は42万石の大名って別にいるわけですよ。となると江戸城で座る席が下がってしまうわけですよね。だからおそらく2代目にとってもそういうのは耐えられなかったんでしょうね。それでちょっと2万石ぐらい水増しして、いやうちは43万石あるからあんたよりも上の席に座るのは俺ばいと、まあ、そういう話で落ち着いたんではないかなと。だからこういう、なんていうんですかね、まあ、事実の書類が残ってるっていうことは、まあ、非常にありがたいわけですね。はい、次の資料いきましょうか。福岡藩武元朝、慶長6年1601年、関ヶ原の合戦が1600年の9月15日に行ってますから、その数ヶ月後のことです。ちょっと読んでみましょう。慶長6年正月、中津より筑前へお討ち入りのせず、旧任武元朝というふうに書いてあります。まあ、50万石もらったので自分の家来たちに、まあ、なんていうんですかのサラリーを決めた。筆頭は井上九郎右衛門、17,600。2番目ナンバー2が栗山善助、ナンバー3が森堀武、ナンバー4が後藤又部という順番になります。やっぱり石高イコールその、まあ、身分なので、一番やはり井上九郎右衛門が、まあ、信頼されてたということになると思います。あとずっと何百人も続くんですけども、まあ、2,750石が若松城は預かる三宅三代、2500石が小石原城を預かる仲間、
宗隆ですかね、麻生家の末裔は、まあ、当時1900と、まあ、ちなみにこれが500石になって250になっていくんですけれども、なかなか世渡りが下手だったんでしょうね。井上九郎右衛門80歳で亡くなっております。で、6つのお城を築きます。若松城、高取城、大熊城、小石原城、マテラ城、黒崎城。黒崎城以外は既存のお城を改修してましたので早くできてますけど、黒崎城については新規のお城だったので完成までに時間がかかっております。なぜこんなに急にお城を作る必要があったのか、次のページを見ていただきます。北九州と城というのがあります。中村修真先生が書かれた、これは非常にですね、分かりやすいので今日コピーしてきました。ちょっと読んでみましょう。黒崎城、黒崎城は黒田長政の命によって作られた筑前六波城の一つで、藤田の近く洞海湾に突き出した標高63メートルの黒崎に新築された。完成は慶長9年1604年である。黒崎城址は元和元年の破却をはじめ、近代になり軍事施設や都市開発関連施設の建設などで様変わりしており、新築当時の黒崎城の様子を忍ぶことは難しいが、いろいろな資料をもとにできるだけ復元しています。黒崎城が破却されてから約200年後に秋月藩、分家の秋月藩ですね、絵師塚田大倉種親が書いた縄張りには、今の図面が大倉さんが書いた縄張りです。約15の廓、石垣や井戸などが描かれている。一部の角跡から慶長期の特徴を持った軒丸瓦、軒平瓦、丸瓦などが採集されており、本瓦葺きの建物が建っていたことは確かであるというふうに書かれています。なんでお城を6つも作ったか、1、2、3、4行目を見ていただきますか。黒田氏は筑前入国と同時に六波城を作った。これらの波城が豊前国境近くに配置された理由として、豊前の国主細川氏との確執が挙げられる。関ヶ原の合戦で家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突していた頃、九州では東軍に組みした黒田如水は西軍に組みした毛利勝信を攻めて小倉城を奪い取り、菊軍と田川軍を領有した。家康はこれを追認した。直後に家康から筑前の国に領地替えを命じられた時、黒田氏は小倉城内に保管されていた年貢米を持ち出した。これが原因なんですね。その後豊前の国に入った細川氏は黒田氏が持ち出した年貢米の返還を要求し、両者の睨み合いが続いた。如水には西軍に組みした勝信から実力で小倉城を占領したとの意識が強く、戦国の作法に従い戦利品として処理したようである。一方、江戸幕府の領地替えで豊前の国に入った細川氏は当然年貢は置いていってくれるものとの認識があった。両者に年貢米の処置で解釈の違いが生じたのは時代の変化を象徴する出来事であったと言えよう。ということで、取った取られたの問題になったわけですね。それであんなに仲が良かった二人がですね、もう大喧嘩しちゃうわけですよ。これはですね、実は1600年に描かれた筑前の国の絵図になります。黒崎がここにあって、ここに博多があります。若松城、黒崎城、高取城、大熊城、小石原城、まあ、1、2、3、4、5、6、6つのお城が小倉藩の領地に沿って建てられています。で、もし細川さんが攻めてきた、どっから攻めてくるか分かりませんね。
で、まあ、1週間か2週間食い止めると。そのうち博多から本隊が行くからそれまで、頑張れということで、まあ、家老たちを一人ずつここに配置をしたということになります。でなぜ、この地図自体はですね、本物は畳 4,5 枚あります。博多の博物館にありまして普段は展示されておりません。まあ、コピーをいただいたので、まあ、こういうふうにしておりますけれども、実はこの後に日本第1回目の日本地図が完成しております。でこれは徳川家康の命令によって全国の大名が自分の領地の図面を徳川家に、提出しております。江戸時代は3回日本地図が作られております。やっぱりですね、15人将軍様がいましたけれども、力が強い将軍ではないと大名に命令ができません。1回目は徳川家康、2回目は徳川家光、3代目将軍ですね。そして次は徳川綱吉、犬将軍と言われて、バカじゃったないかなと言われてますけど、まあ、その命令ができたということは綱吉自体はやっぱ力を持ってたと思われます。はい、ありがとうございます。でこれもトータルが50万石になっております。この地図は。これが文政4年1821年黒田藩の絵師によって書かれた筑前名所図絵の、まあ、黒崎の部分ですね。まあ、こうやってもともと何もなかった黒崎地区に、まあ、藤田村、熊手村の中心は山寺の方にあったんですね。室町時代までは藤田村は上野明という花尾中学校の方が中心であったんですが、お城を整備して城下町を作らないといけないということは、まあ、代官所とか本陣とか神社とかお寺もそれぞれ町割りをして今の位置に移った。この資料をつけておりますけれども、これを見ていただくと黒崎駅と書いております。岡田社、黒田社、常連寺、小柱山、皿倉山、花尾跡、道伯山、妙見山、秋月倉、船入り図、内藤陣山、まあ、そういうところが絵図面として書かれております。お、もうあと2分しかありません。最後にこれはちょっと、ね、皆さんお土産で天保6年のですね、熊手村と藤田村の地図をコピーして持ってまいりました。今から200年以上前の地図でやります。こっちが熊手村ですね。本村家数103軒、京良木5軒、大畑1軒、山寺11軒、貞本12軒、お開き17軒とかかります。藤田村の方を見てみましょう。本村117軒、船町65軒、田町68軒、上野明11軒、弘前4軒。黒田藩の中には宿場町がですね、25ありました。25あれば大きい宿場町もあれば中くらい、ちっちゃい宿場町もありますが、黒崎の場合は比較的大きな宿場町だったようであります。歴史上の人物もたくさん通っております。奉安の際、これは資料の中にありませんが、これを読んで最後にしたいと思います。多くの有名人が黒崎を通っております。今の大河ドラマ、吉田松陰の妹さんが出ておりますね、綾さんという方が、その方のお兄さん吉田松陰も黒崎を通っております。何しに来たかというとですね、長崎です。弘安の松明という司馬遼太郎の小説があります。すいません、司馬遼太郎ばっかりで、私司馬遼太郎がとっても好きで彼の本はほとんど読んでおります。でこれ弘安の松明って読んだことある人います？あんまりいませんかね。実はこれはですね、彼が死ぬ最後の作品です。死ぬ直前に小学校6年生用と小学校5年生用に
2つ小説を書きました。これは5年生用の文です。で、緒方洪庵を主人公にした短い小説を書いております。で、洪庵の大河の一部を読みます。長崎、この町についてあらかじめ知っておかなければならないことは、江戸時代は鎖国だったことである。幕府は長崎港一箇所を外国に対して開いていた。その外国も限られていて、アジアの国々では中国だけであり、ヨーロッパの国々ではオランダだけだった。そういうわけで長崎にはオランダ人がごく少数ながら住んでいたのである。もう少し鎖国について話した。鎖国というのは、例えば日本人全部が真っ黒な箱の中にいるようなものだったと考えればいい。長崎は箱の中の日本としては針でついたように小さな穴だったといえる。その小さな穴からかすかに世界の光が差し込んできていたのである。当時の学問好きの人々にとって、この光こそ中国でありヨーロッパである。ですから志なる人間は全国からみんな長崎だった。高杉晋作も坂本龍馬もそうです。西郷隆盛もそうです。みんな長崎へ、長崎へ勉強に行って、その通り道口にこの黒崎があったということ。まあ昔からの交通の要所だからこそ今でも栄えている。私はもうこの町は非常に好きです。まあ、私のご先祖様は800年前から今の仕事をしておりますけれども、まず地震がない。過去の歴史見ても一回も地震がありません。東北の地震がありましたね、数年前に。で、東北の神社は実はみんな高いところにあるんです。1000年前の大地震で津波が来て、家も神社もお寺も流されました、1000年前。でそれでその限界点のところに神社とお寺を建てて、そういう伝統が今でも東北の方では続いております。新しい神社は違いますよ。新しい神社とお寺は海岸線に近いので、今回もほとんどやられましたけれども、昔の神社は生き残っております。でもこの黒崎八幡にはそういった地震や津波が少ない。台風もあんまり来ない。なぜかと言いますと、九州山地が防いでくれるわけです。台風が南からやってきます。山にぶつかっていつも右か左に避けて、本当にありがたいと。ご飯も美味しい。同級生がよく遊びに来ます、東京とか大阪から。何食べたいって聞いたら、うん、何でもいいよって言うから、じゃあフグでも食べに行こうかって。えフグ、え悪いよそれ、高いよ。大丈夫、気にしなくていい。で、わあ美味しいね、やっぱこっちのフグはって、もうこんだけしてもらって悪いねと言って、後日、うん、1万か2万分のですね、お礼の品が届きます。へと思ってですね、高くないんだよ。もう銀座で食べたらもう目の玉が飛び出ますよ、本当。だけどこちらでは美味しい新鮮な魚が買えます。もう宗像道の駅なんか行ったらですね、もうこの地元のお店よりも安い生きのいいのがありますので、私は宗像にドライブに行くのが大変好きです。まあ生まれ変わるならば、またこのね、北九州に生まれ変わりたいなというふうに思っております。これで私の話を結びとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。波多野先生、どうもありがとうございました。今一度大きな拍手をお願いいたします。はい、ではですね、お次はですね、そんな黒崎ができるまで、それとまあ黒崎に対しての、黒崎でどういう場所かということを、皆さんに学んでいただいた次はですね、黒崎がいかにして発展していったかということをですね、ちょっとまた一風変わったあのやり方で、ご講義されるあの若い先生がやってまいりますので、少々あのお時間お待ち、準備はですね、お時間お待ちください。今ですね、あのちょっとお手洗いがという方がいらっしゃいましたら、あの出てすぐお手洗いありますので、はい、よろしく今の時間に行っていただけたらなと思います。でですね、そのインターバルの間にちょっと何点かちょっと宣伝じゃないですけど、まあ、今回の授業に関わることをですね、ちょっと何点か挙げさせていただきます。まずですね、皆さん、そこにも置いてますけど、ご存知ですか、松並木通信っていう、小冊子があるんですけど、こちら松並木通信ですね、四つ葉で、制作しております。で、編集もですね、写真もですね、取材も、その他諸々全部あの四つ葉でやっております。
で、実は今回の授業で作ったのはこちら特別号ですね。でそしてですね、もう一つこれ、前号で2号というのがあります。で、また本当は1号もあるんですけど、1号はもうなくなってしまったので残念ながら、一応今2号と特別号、2号も残りちょっと少ないんですが、まあ、そちら、置いてますので、もし、まだという方はぜひ取っていただけたらなと思います。で、松並木通信のですね、基本概念が、いろんな地域を相互に紹介し合うというのが基礎概念でありまして、まあ、1号は黒崎だけ、を紹介させていただいたんですが、2号は黒崎と中津ですね。そして3号目が、3号目というか特別号はですね、山口、黒崎、中津ということでですね、この地域がどん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 増えていくと。でお互いがお互いを紹介し合って、その地域に根ざした、地域とは言って何ぞやみたいな、ね、話をね、こういったところにちょっと調査して軽くまとめて、そこでみんな考えてもらおうと。なぜ私はこの土地で生きているのかみたいなですね、そういったところをちょっと感じてもらえるような、まあ、冊子に、仕上げております。で、まあ、そういうものを作っているこの四つ葉なんですけれども、まあ、四つ葉はですね、実は熊手銀天街知らないという方、みんなご存知ですか。熊手銀天街、黒崎の熊手銀天街ですね。その熊手銀天街の中にあります、看板がですね、ないんですよ。モニターになってるので、バーンと上にですね、モニターが100インチないわ、60インチだ。60インチのモニターがあってですね、で、自主動画を、いろんなですね、動画を流させていただいております。まあ、そういった、場所になってまして、まあ、いろんな企画を立てたりとか、まあ、そういったことをさせていただいている、そういった場所になります。で、まあ、概要はですね、こちらの、冊子に書いてありますので、まあ、そちらも置いてますので、ぜひぜひそちらも手に取っていただけたらなと思います。そしてもう一点、ちょっとこちらは四つ葉が関わっているちょっと事業のちょっと宣伝といいますかね、僕の黒崎商店街ですね、北九州ご当地アプリ、僕の黒崎商店街というのがありまして、こちらまだ iPhone でしかダウンロードできないんですけども、しかも8かなじゃないとダメだということなんですが、まあこちら商店街、黒崎の商店街を舞台としたアプリになってまして、実は店を選んで、店長になれてですね、そこからいろんなクエストを解消することで組合長を目指すっていう、そういったストーリーになってます。ただですね、中身をまだ全然作ってないんで、概要しか作ってないんで、中身をですね、皆さんにちょっとやってもらいながら、こんなんがいいんじゃない、あんなんがいいんじゃないとか、こういうことやってほしいよとかいう要望をもらいたいというあれです。まだ箱しか作ってないからですね、ぜひぜひダウンロードしていただいて、使ってもらってですね、何かご意見いただけたらなというふうに考えております。というわけで、菊池先生、ご準備は大丈夫でしょうか。あ、白板を、あ、そうですね、白板をちょっとじゃあ消させていただきます。ですね、ちなみに、菊池先生は全部昔ながらの、やり方で白板を使って講義をされるということなので、はい、一体いくつなのだと、あ、すいません、お願いします、なりますけども、実は年が私と近いということで、となると私も一体年はいくつなのかという話になってまいりますけどね、まあ、そういう話は置いといて、ぜひ聞き入っていただけたらなと思います。あと2分ぐらいしたらいいかな、始めようかな。そうですね、これ、白板を真ん中に置いて、で14時から喋ってもらいますので、はい、よろしくお願いします。2時のワイドショーで、ね、2時のワイドショーちょっとドロドロしてますけど大丈夫ですか、ね、まあどうなんですかね、皆さんにちょっとお聞きしてもよろしいですか。黒崎に、黒崎近辺に住んでいるという方、北九州市内という方、お、ほとんどですね、市外から来られたという方、あ、どうも、遠路はるばるどうもありがとうございます。まず、特に市外から来られた方は黒崎とは何ぞやっていうのはなかなか難しいかと思いますけれども、ちょっといろいろとですね、地名の由来とか想像力を働かせていただいてと思います。菊先生、場所こちらでよろしいですか。はい、あ、じゃあ、はい、ではですね、これからですね、菊池先生にバトンを渡したいと思います。菊池先生の肩書きなんですけれども、北九州市の文化財を守る会常任理事という肩書きでよろしいですよね。はい、どうもありがとうございます。実は北九州市の文化財を守る会の中では最年少だと。最年少です。はい、はい、
ということで最年少の方が喋られる大正口調な講義をぜひ皆さんに、はい、お聞きいただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ菊池先生です。皆さん拍手でお迎えください。はい、どうもご丁寧なご紹介ありがとうございました。菊池充でございます。現在ですね、市内の今八幡図書館ですね、東区の小倉にあります、西の図書館ではございませんよ、八幡の小倉の図書館で定期的に講座をしたり、あと市民センターなんかでもですね、講座をしておりますけども、郷土史家という括りでいきますと私が今のところは最年少です。記録はですね塗り替えられますからね、いずれどうなるか分かりませんが、私今年今34歳ですね、昭和の55年生まれです。で29歳の時から講師の講演活動始めましたので、まあですね、まあ、大体5年ぐらいでありますけれども、で専門はですね、大体呼ばれるのは僕は近代史が多いんですよ。近現代史で一番多いのは小倉の陸軍造兵廠の話が一番多いです。ですから今日は今から宿場町のお話から昭和の話までをしますけどもですね、大体私が江戸時代の話をすると、私の講座聞いてらっしゃる方おられますか、聞かれたことがあるんでしょうか。ね、ありがとうございます。私が江戸時代の話をするとびっくりされる方がおられますが、私本当の専門はですね近現代もそうなんですけども、本来はですね私は小倉、私は小倉の出身なんですけどね、小倉のですね反省史、字を書かないとあれですけどね、反省史の専門です私はね。うん、小笠原藩の話をしろ言ったらもう何時間でもするわけでありますが、まあそうじゃないところもですね、させていただくということで、あります。で、まあ、今日はですね、宿場町のお話から、まあ、昭和の時代までということで黒崎のお話をさせていただきたいと思いますけども、まあ大河ドラマのお話がですね先ほど出ましたけども、最近まで黒田官兵衛というですね、大河ドラマがございましたですね、皆さんご覧になったとは思いますけれども、あれで宇都宮重房というお殿様が出てくるわけですね。お話がだんだん豊前国に変わりますからね、で九州になるわけですけども、私が生まれた小倉というと、僕は小倉のですね馬借というところの出身でありましてですね、近くに陸軍橋という橋があったわけですけど、小倉というのは先ほど畑野先生のお話にもありましたけども豊前国であります。で北九州というのは旧五市、北九州五市がこう合併してできた都市であります。ざっくりでありますが、まず文字ですね、文字、そして私が生まれて育って今でも住んでますけどね、グラ戸畑、若松ですね、八幡、この五市が合併してできたわけでありますが、私が今色分けをしてね書きました文字と小倉というのが豊前の国で、あります。ですから軍も違うんですね。先ほどの講演でもございましたけども菊軍ですね、菊の子で、片やこの後の3つはこれ音楽ね、皆さんご存知のもの。ですからよくですね方言で北九弁という方がおられますけどもね、あれは間違いですね、そもそも成立しないわけですよ、北九州弁というのですね、国が違うでしょ、軍も違いますね、またがってるわけですよ2つの国に。やっぱ文化も違えば言語も違うんですね、多少ですよ、多少の違いがね。ですから北九州弁というのは存在しないわけですね。ですから私は小倉ですけどもね、小倉の方の方言というのは大分の方まで通じるんですよ。それこそ宇佐のあたりまでですね、大体似たような言葉を使います。ですから日方線の言葉とかいう、まあですね、俗に言う言い方をしますけども、文字も小倉もそれに類するわけでありますね。ですから私も大学の時なんかですね、八幡出身の人とこうお話するでしょ、ちょっとわからない言葉をやっぱ使うんですね。なんでかというと、やっぱ音が氷の言葉だからですね、こっちは菊の氷ですね。だから、まあ、イントネーションであったり、おおよその使ってる言葉は大体一緒なんですけれども、
細かく言うと違うわけで、あります。で、まあ、大河ドラマに出てきました黒田官兵衛の所領というのは筑前の国ですね。で、私が生まれ育ったところは豊前の国ですから、ここ小笠原藩ですね。小笠原藩領であります。で、先ほど申しました宇都宮のお殿様というのは今の豊前市あたり慶筑のお殿様だったわけですね。で、いわゆる、まあ、転勤命令に背いてですね、本当は愛媛県の今治というところに行くはずだったんですが、宇都宮公はそれ嫌だと言って黒田官兵衛と交戦するわけですね。実際に行ったのは長政が行ったわけでありますけれども、まあ、そこで宇都宮市は滅ばされるわけでありますけれども、まあ、大河ドラマをですね皆さんご覧になると、まあ、宇都宮のお殿様はあんまり、そうでもない、お殿様で、黒田官兵衛は大変な軍師だったというふうに書かれておりますが、何でもそうですね、映画でも大河ドラマでも必ず歴史書をもとにしてストーリーを描くわけであります。今回ありました軍師黒田官兵衛ですね、軍師官兵衛は黒田家父という黒田家の歴史書をもとにして、ドラマの話を構成したわけですね。ですから黒田家に不都合なことは一切書いてありません。ですから宇都宮のお殿様というのは、まあ、何ともよくわからないお殿様だったわけでありますが、実際はそうではないんですね。例えば慶筑の方に行きましてね、私も公園に何回か行きましたが、気をつけなきゃいけないことがあるんですよ。黒田官兵衛は呼び捨てでいいんですね。黒田官兵衛、宇都宮重房と呼び捨てをしちゃいけないんですね。宇都宮重房こうと言わないといけないんですね、必ず。なぜかというと、それぐらい今でも人気があるんですね。もっと言いますと、慶筑の方で黒田節でも歌おうものなら、大阪の道頓堀でですね、巨人軍の闘魂込めてと歌うのと一緒なんですね。とんでもないことになるでしょ。まあ、とんでもないことになるかどうか分かりませんが、あんまりよろしくはありませんね。というこのようにですね、やはり今でも宇都宮公というのは領土領民を守った名君であるというふうにして、人々の尊崇を受けているわけであります。皆さんご存知の忠臣蔵でもそうですね。浅野匠の神は若くしていじめられて、吉良上野介之助を殿中松の廊下で人情に及んだと。で、大石蔵之助、吉高愛華ですね、いわゆる四十七士がですね、討ち入ったというお話になってますね。吉良上野介さんは、三州三河ですね、三河の吉良郷の領主であったわけです。現在の愛知県の吉良町でありますが、そこに行ってですね、そんなこと言ったら大変なことになるんですね。吉良上野介は、吉良郷ではですね、水害に困った農民のために堤防を作った名君なんです。ですから昔こう巡回演劇なんか行って忠臣蔵やるときはですね、地方に行くとストーリー変えないとできなかったんですね。で、歴史というのはこのようにしてですね、多面的な見方ができるわけですね。それ一概に言えません。ですから、まあ、筑前の国のお殿様ですからね、今ご当地でありますから、あんまり黒田公の悪口は言いたくありませんけれども、まあ、豊前の国における、その慶筑地区における黒田官兵衛の評価と一般的な黒田官兵衛の評価というのは違うわけですね。ちなみにですね、黒田公は筑前の国ですね、いわゆる52万石の大主になるわけでありますが、その後ですね、福岡の町に行くとですね、黒田公が入った時にですね、博多の町で大火が起きるんですね。で、人々はこう言ったんですよ。これは宇都宮公のたたりであると。で、黒田公がかわいそうなことにですね、明治のご一新の直後ですね、偽の太政官札を作ったというのがバレましてね、全国各地で偽札作ってた藩いっぱいあるんですよ。ただ運悪く黒田藩だけバレましてね、で、黒田長友さんという藩知事がいたんですが、この方は罰が悪いので国外に行くんですね。だから大体廃藩置県になって初代の県令、県知事ですね、今風に言いますと、大体そこの大きな藩のお殿様がそのまんま横滑りで知事になるんですよ。残念ながら黒田公はそういうことがあったので、ここが言っちゃいましたからね、有栖川の宮樽人親王という方がですね、初代の県知事、県令になっているわけですね。この時も当時の人々は、これは宇都宮公のたたりだと言ったわけですね。数百年経った後でもそういうふうに言われると。やはり人の意識というのは怖いものでしてね、やっぱそういうふうになるわけであります。ただですね、やはり黒田家の家臣というのは、まあ、いろんな偉人も輩出しているわけですね。例えばいわゆる勤皇か砂漠かというふうに論が割れた時にですね、福岡藩で有名なのは加藤諸侯という方がおられます、ね。
有名な方ですね。ちなみに私は昭和55年の10月の25日生まれでありますが、加藤諸侯のご命日も10月の25日であります。今でもですね、毎年10月の25日になりますと、摂津院という福岡のお寺でですね、四諸侯と筑前勤王党の追善会向が行われるわけでありますけども、いわゆるですね、福岡藩というのは大藩ですね。で、大藩でありますし、まあどこの藩でもそうですが、必ず藩校というのを作ってですね、教育を施すわけですね。それでまあ優秀な人材を輩出するわけであります。ですから黒田家もその他の藩に習ってですね、やはり藩校を作って、いわゆる教育をして優秀な人材を多く輩出したというわけであります。まあ、加藤諸侯というのはですね、まあ、勤王の志士であったわけですけども、まあ、ちょっといろんなことがございましてね、うまくいきませんでしたが、福岡の人々はですね、戦前までですね、戦争、大東亜戦争終わるまではですね、加藤諸侯が好きだった「スメラミ国」という歌があるんですね。曲は黒田節と同じ曲なんですが、そういう歌をよく好んで歌ってたそうであります。ですから、昭和17年に封切りをされましたマライの播磨という映画があるんですね。これは谷豊という福岡市南区出身の方がモデルになっています。ここでも黒田節をですね、歌うシーンがあるんですね。ですから、明治の御維新後、福岡藩の藩士だった方、あるいは福岡出身の方というのは、まあ、各地に行って活躍をするわけですが、その方々の心の拠り所というのはやはり黒田節であり、そしてスメラミ国という歌であったというわけであります。でありますからして、そのマライの播磨という映画の中にもですね、主人公の谷豊が黒田節を歌うというシーンが出てくるわけであります。まあ先ほどはですね、福岡藩のことあんまりよく言いませんでしたから、まあ、福岡藩は優秀な人もいて、やっぱ黒田節を愛して各地で活躍をしたというふうにですね、やっぱいいこと言った後、悪いこと言った後はいいことも言わないとですね、これいけませんからですね、歴史の事実をちゃんと述べたいと思いますが、まあ、話がちょっと脱線しましたけどもね、それにして北九州旧五市こうありましてね、豊前と筑前に分かれている。まあ、合併の話を少ししますとね、本当は門司小倉で合併協議が進んでて、こっちは同海三市って昔言ってたんですね。同海湾に面している3つの市ですからね。でここで仲良く合併しようとしたんですけどもね、やっぱり5つぐらい市一緒になった方がいいだろうということで、北九州旧五市合併をして北九州市ができたわけでありますけども、皆さんご存知、黒崎というのは今は八幡ですね。今は八幡でありますが、かつては八幡ではありませんでした。黒崎というのは音楽の黒崎町であったわけであります。では黒崎の町がですね、どのように形成をされ発展をしていったかということでありますが、資料のですね、1番を見ていただきたいと思います。筑前無宿の一つ、黒崎宿ということで、まあ、いわゆる長崎街道ですね。長崎街道の起点は小倉の北区常磐橋でありますが、その長崎街道沿いの宿場町としてですね、黒崎宿があるわけですね。まあ、現在はいろいろ整備がされてますし、いろんなことがあって、黒崎というのは宿場町の時の面影というのはそんなにはございませんが、小山線にですね、行きますとね、今でも宿場町の趣、宿場町時代のその建物であるとかいうものが残ってますが、黒崎も宿場町だったんですね。ちなみに門司もですね、代理に宿場町があったんですね。ただこれはですね、現在大河ドラマで吉田松陰やってますね、長州藩、長州藩の騎兵隊がですね、小倉を攻めてきた時焼いてるんですね。騎兵隊と聞くと皆さん幕末の志士というふうな連想されるようでありますけれども、小倉の人間から取りましたらですね、城下町をですね、焼け野原にした侵略者なわけですね。要は夜攻めてきてますからね、騎兵隊は。田の浦もそうですし、代理だってそうです。夜攻めてくるんですよ、夜打ち朝かけですね。ですから小倉焼け野原になって、代理も焼け野原になったわけですけどもね、まあそんなことでありますが、黒崎というのは筑前無宿の一つ、筑前無宿は資料の中に書いてありますが、の一つであったわけであります。で、寛永12年1635年に福岡藩の宿場町として整備をされまして、同海湾に面した黒崎港を有する大規模な
港町で、あったわけで、あります。まあ、小山市もですね、遠賀川を擁してますからですね、やはり大規模な宿場町であったわけですね。で、先ほど申し上げました代理の宿も代理の港という港を持ってた大規模な宿場町であったわけです。で、参勤交代というのがございますね、江戸時代になりますと。これは各諸大名がですね、まあ、江戸に行ってで、まあ、ちょっと過ごしてまた国元に帰るというですね、大変な制度であるわけですが、大体連想するのは大名行列で下に下にと言いながらゆっくり江戸まで行ったというふうなイメージですね、イメージですけど、実際そうじゃないんですよ。西国大名というのはほとんど船に乗っていくんですね。ですから、まあ、筑前筑後あたりのお殿様というのは、まあ、黒崎港から船に乗ったり、まあ、豊前の国側の方はですね、大体代理まで歩いていくんですね。で、代理から船に乗っていくと。それで本州行きましてね、また本州から歩いていくとか、まあ、あとは大阪までバッと行く人もいますけどもね。四国の愛媛県の南端に宇和島という都市があります。あそこの宇和島藩の伊達公は船に乗って大体大阪まで行くんですね。大阪まで。お金持ちのお殿様っていうのはそのいわゆる船に乗ってもうギリギリのとこまで行くんですね。そうじゃなくて藩でもいろいろ財政状況ありますからね、ちょっと大変なところはですね、もう船に乗るのは最短距離にしてですね、極力歩いていくというですね、方法。それともう一つはですね、やっぱり船というのは危ないんですね。まだ江戸時代造船技術がそこまで万全ではありません。例えば小倉藩の支藩でありました小倉新田藩という藩があります。ここは後に千塚藩といってですね、現在は豊前市になってますが、千塚藩というね、藩があったんですね。ここのお殿様で小笠原実方という方がおられます。この人も船に乗って参勤交代をしたんですが、運悪くですね、帰り品にですね、船が難破をしましてね、広島に安治というところがあるんですね。この沖で船が難破するんですね。船が難破しましてですね、お殿様亡くなるんですね。ほんでこの安治というところにも安治藩という藩があったんですね。ここも小笠原家だったんです。いわゆる同族だったんですね。同族別家だったんですが、安治藩の藩士が助けに行くんですけども、お殿様が亡くなると。ですから割に船に乗って大名行列、いわゆる参勤交代してたわけですけども、まあ危険も伴ったというわけであります。でそれからですね、いわゆる、まあ、宿場町といいますとね、そういう参勤交代だけではありません。いろんな人の往来があります。例えば皆さんご存知東海道ですね。江戸時代の観光ガイドブックを見ますとね、当時 その江戸の人たちの一番人気だったのはお伊勢参りですね、旅行では。だから東海道五十三次こう行くわけですね。八地北道中なんていう話があるでしょ。あれだってお伊勢参りするんですね、八地さんと北さんは二人で。だから当時流行ったんです。だからこう時代劇なんか見てますとね、自分の住んでるとこからちょっとよその土地行くとなんか滞在みたいなふうなイメージがありますけども、そうではなくて、ちゃんと手続きさえ取れば割に自由に往来ができていたということで、あります。それとですね、もう一点、街道という言葉がありますね。街道欲なんていうね、本もありますけども、街道、街道、それから、まあ、東海道なんかの街道、例えばこちらの場合であれば長崎街道ですね。東京では東海道ですね。でこれ長崎街道という人がいますね。漢字だけ読めば街道ですね。でも街道と読んではいけません。東海道とかね、西海道とか言いますね。街道、海の道でしょ。海の道に対して長崎街道は町通ってますね。だから町の道なんですね。海の道があるから町の道もあるということで、音が先に来てるんですね。音が街道で、後で漢字を当てはめてるんですね。ですから街道と書いても街道と読んでくださいですね。長崎街道でありますけども、まあそういうことで、江戸時代になってですね、参勤交代のいわゆる制度が義務付けをされまして、まあ、全国各地宿場町というのは整備をされるわけで、あります。で、まあ、筑前の国のいわゆる黒崎というのも、それに倣いましてですね、宿場町、あるいは宿駅という言い方もしますね、駅ね、として整備をされるわけ
で、あります。祝撃ね。はい。で、まあ、資料を見ていただくと分かりますが、黒崎宿の配置図ということで、陣馬継所や大官所、それから秋月藩の蔵屋敷、とかいろいろありますね。それから、まあ、今もありませんけど桜屋ですね。八幡の西図書館に行った和室みたいな部屋がありますけどね、あれは桜屋の一部が使われてるわけでありますけども、実際あった場所はこの近く の藤田の2丁目になるんですかね、今ライオンズマンションかなんかになってますね、あそこに桜屋というのがあったわけでありますが、まあ、いわゆるその蔵屋敷や大官所、それから石板所のほかですね、そういうのはまあ公共施設なわけでありますが、旗小屋商店が多く立ち並んでおったというわけであります。で、まあ、先ほどのお話にもありましたが、長崎街道というのはですね、いろんなその偉人がその往来をしたところでもあるわけであります。で、まあ、一番面白いのは白象が通ったっつってですね、現在小倉の常盤橋のたもとの室町という地区があるんですが、そこの人たちがですね、象が通ったということで、それにあやかりましてね、いろんなイベントをしてますけどね、だから朝鮮通信使なんかも行ったり来たりしてますからね、いろんなものが通ったわけでありますね。地図の話も先ほど出ましたけど、伊能忠敬も通ってるわけですね、測量に行ってますから。で、人の地図ってのはすごいんですね、ほとんどズレがないんです。で、ただ少しちょっとズレてるんです。で、なぜかというと起点を京都に置いてたんですね。で、現在の地図は起点は東京に置いてますから、ちょっとそういうことでズレがあるらしいですが、ほぼ正確な測量をして地図を作ってるわけで、あります。で、まあ、資料にはですね、黒崎宿の西釜江口の後の人を曲がりの松並木を載せておりますが、この宿場町というのはですね、必ず封鎖できるようになってます。封鎖できるように、例えば黒崎宿もそうですね、今西釜江口と言いましたけど、宿場町というのは必ずこうね、封鎖できるようになってますね。これが街道沿いとするでしょ、必ず釜江口っていうのがある。で、縦の道じゃなくて横の道もないことはないんですよ。ただそこにはですね、例えばお社があったり、お寺さんがあったりするんですね。で、行き止まりになってます、必ず。これどういうことかと言いますとね、例えば犯罪が起きた場合ですね、泥棒であるとか放火であるとか起きた場合に、この釜江口を封鎖するんですね。で、逃げられませんね。で、横の道もありますけど、全部行き止まりであります。逃げられません、捕獲されるわけですね。で、もう一つ封鎖するのに理由がありますね。これは軍事上の理由ですね。いわゆる街道を通ってきて、敵の軍隊が攻めてきた時封鎖するわけですね。ですから宿場町、小屋の瀬や能方に行った時に気をつけて見ていただくといいのはですね、こう道路沿いがこうまっすぐなってるんですね。建屋というのは必ずこういうふうにこういうふうに立ってるね。こういうふうになってる。例えば敵が矢を射ってきますね。ここに逃げるんですよ、人が。矢が当たってこないでしょ。まあ、こんなに斜めにはなってませんけどね、こうやや斜めに建物を作ってあるんですね、立ってあるんですね。だからそういうのは軍事上の目的もあるわけであります。ですから長崎街道を見てもですね、こう不自然に曲がっとうとこありますね。これまっすぐすりゃいいのにとかあります。ですからあれはわざとですね。城郭建築でもそうです。わざとこう門があったらこうまたこういうふうにこう鍵型に折れて、また鍵型に折れてというふうな建築様式をとってますけど、あれも全部軍事上の理由ですね。いわゆる敵の軍隊が一気に攻めてこないようにですね、そういうふうに作られてあります。ですから街道というのもそういうような防衛上のことも考えて全てできているというわけであります。で、まあ、なぜですね、やはりその黒崎というのが宿場町として発展してきたかというと、やはり交通の要衝であったと。例えばその、現在でもそうですね、筑豊電鉄というのがありますが、これもいわゆる御方と能方を結ぶ大変重要な公共交通機関であるわけでありますが、それも全てはですね、黒崎はやっぱ交通の要衝だから黒崎に起点があるわけですね。
黒崎からは小倉にも行けるし、また田川の方にも行けるし、まあ、いろんなところに行けるわけですね。そういうやっぱり地の利を生かして、いるわけでありますが、まあ、港もあるということで、黒崎というのはそういうところからですね、次第次第に、発展をしていったというわけで、ありますが、まあ、やはり黒崎の町がですね、急激に発展していくというのはこの明治の後であります。で、資料の2を見ていただきたいと思いますけども、明治日本の到来と黒崎ということでありますが、まず一つはですね、やっぱり黒崎駅の開業ですね。駅の開業、私はですね、ちょっとパワーポイントを使いませんからね、写真で説明をさせていただきます。で、写真がちょっとちっちゃいです。普通講座するときこんな大きな会場ってしませんからね。はい、これは黒崎駅ですね。資料にも載せてますね。昭和28年頃の黒崎駅、現在の黒崎駅とは全然違いますけどもね、こういう感じですね、うん、もう昔の駅舎というのはどれもですね、建築様式が決まってます。例えば、そうですね、旧小倉駅、現在のあの山田電機のところにあるんですけどね、旧小倉駅と能形駅、前の能形駅ですね、建て替わる前の能形駅なんか見るとですね、ほとんど様式一緒ですよ。だから流行りがあるんですよ。現在でも駅舎建築というのは必ず流行りがあります。現在の流行りはエレベーターと階段があって2階まで行かして2階に改札があるという流行りがあるんですね。これはバリアフリーの問題とかいろいろあるんですけどもね、昔はいわゆる平屋で お車寄せみたいなのがあるというのが流行りだったんですね。で、瓦葺きですよ、瓦葺き。で、時代が下っていくとスレート葺きになるんですね。だから門司港駅という有名な駅がありますが、あれスレート葺き屋根ですね。あれ大正時代の建物ですから、スレート葺き屋根です。で、もっと時代が下ると陸屋根になるんですね、今度。で、黒崎駅、これは今の駅舎は6代目でありますけどもね、だいぶ建て替わってますが、これは昭和28年頃の写真ですけども、昔はこういう駅だったんですけども、まあ、もともと今の鹿児島本線というのは九州鉄道という私の鉄道会社がありまして、そこがですね、鉄路を敷いたわけであります。で、九州鉄道というのは文字からこう今の鹿児島本線の方行くわけですけども、それともう一つ筑豊工業鉄道というのが開業しました。これは若松を起点とするいわゆる筑豊本線ですね。ですから折尾駅というのは開業した時はですね、九州鉄道線と筑豊工業鉄道線という2つの私鉄が乗り入れてた特殊な駅だったわけですね。で、わけでありますけども、まあ、この黒崎駅は九州鉄道という私の会社が作った鉄道の駅だったんですが、明治もですね、日清日露を経ますとね、これやっぱり鉄路というのも国が管理をしなきゃいけない、防衛上の目的で、そういう時代が来るわけであります。それで明治40年1907年7月の1日に、当時の政府が鉄道国有化法という法律を制定をいたしまして、鉄路を国有化しようというふうにするわけですね。私がちっちゃい時は中曽根康弘さんという有名な総理大臣が国鉄の民営化を目指して頑張っておりましたが、明治時代はですね、努めて民間の鉄道を国有化しようというふうにした時代だったわけであります。で、鉄路をですね、国有化しましてですね、やっていくわけです。それからもっと鉄道を通さなきゃいけない。一つは物資の輸送、それから人員の輸送であります。それでですね、結局レールをですね、敷くわけですね、ある程度申しますと。で、当時明治時代はですね、政府というのはカーネギー財団からですね、法外な金額でレールを買っておりました。要はふっかけられてたんですね。で、これではいかんと、もう自前で作ろうと言ってできたのが官営八幡製鉄所なわけであります。で、まあ、それは後ほどお話をいたしますが、当時の政府というのは鉄路の国有化と鉄の国産化というのを目指してたわけであります。ですから鉄道というのはですね、その後帝国鉄道庁という役所が所管をしまして、その後鉄道省になり、そして日本国有鉄道になるわけですね。で、ちなみに国鉄が赤字だったというお話がありますね。あれ、なぜ赤字だったかと言いますと、簡単な理由なんですね。当時日本がですね、管理してた鉄道というのは現在の国内だけではありません。朝鮮鉄道、南満州鉄道、
それから樺太鉄道を管理してたわけですね。で、戦争が終わった時にですね、樺太鉄道の職員の人たち、満鉄の職員の人たち、朝鮮鉄道の職員の人たちが引き上げてきたんですね。資産は現地に置いたまんまですね。人だけ帰ってきたんですね。で、首切れませんね。鉄道省ですから、公務員ですから。要は人件費がかかった赤字になったんですね。まあ、その後いろんな労使の問題があってですね、あるわけですけども、大きな原因はやはり人件費、いわゆる人員の過剰配置になったわけですね。それで、まあ、赤字になったわけでありますが、まあ、鉄道というのはそういうことで大きな役割を果たしたというわけであります。で、まあ、黒崎の町はですね、鉄道のそういう開通、それから筑豊炭田の発展、そしてやはり製鉄所の開業ということで、それに伴う企業の進出ということで都市が形成をされていったわけであります。で、都市が形成をされていきますとですね、何ができてくるか、まあ、住宅はもちろんですね、それから商店、金融機関、そして最後に一番重要になってくるのが教育施設であります。黒崎ではですね、恩賀銀行黒崎支店というのが明治31年に、それから黒崎商業銀行というのが大正8年に開設をされるわけであります。で、3番目の方に行きたいと思いますが、都市の近代化と黒崎町の誕生ということで、まあ、そもそもですね、黒崎町というのは明治22年1889年に町村制というのができます。いわゆるもともとあった集落としての村ではなくて、行政体としての村が誕生をするわけであります。そこで黒崎では鳴水村、熊手村、藤田村、それから前田村が合併をしまして、恩賀郡黒崎村、いわゆる自治体としての村が誕生をするわけであります。その後明治30年1897年に調整を施行いたしまして、恩賀郡黒崎町というふうになるわけで、あります。でですね、ここで重要なのがですね、黒崎はこういうふうにしてもともと単独の町だったわけですね。ですから皆さんよくお考えください。黒崎に住んでる人が、あなたどこに住んでるんですかと聞かれた時に、私八幡に住んでますとはなかなか答えませんね。私黒崎ですよって言うでしょ。オリオの人もそうですね。お宅のはどこですか、どちらですかって言ったら、私オリオですと言うでしょ。これ全て合併の名残なんですね。黒崎は結局大正15年に合併します、八幡市と。で、オリオは昭和19年、大東亜戦争の末期に合併するんですね。もともと違う自治体だったわけです。ですから私はオリオです、私黒崎ですとなるんですね。で、ちなみに八幡東区ですね、枝光とか大倉とか、大倉の人たちは私八幡ですというんですね。なぜかというと、八幡というそもそも村は、このいわゆる枝光、大倉、小倉の三ヶ村が合併してできた村だったから、やっぱあの辺の人たちはやっぱ八幡というわけですね。これ小倉でも同じことが言えます。例えば小倉南区に曽根というところがございますね。あそこに住んでる人たちは小倉とは言いません。自分は曽根の出身ですって言いますね。で、曽根の人がですね、小倉の駅前や銀天街に行くときは必ずこう言うんですよ。小倉に行くって言うんです。おかしいでしょ。なぜか言ったらこれも合併してるからなんですね。ちなみに私は馬借の出身です、小倉の。だからどういうか言ったら、いや銀天街行ってくるって言うんですね。そういう言い方します。井筒屋に行ってくるとか、昔だったら玉屋に行ってくるとか言ってましたけどね。そういう言い方しますが、これがですね、また見張りのというとこからこう南になりますとね、町に行くって言うんですね。町に行くって言うんですよ。どうしたことかな、見張りのも町じゃないのかと思いますけれどもね。まあ、そういうようなことで、まあ、八幡においては黒崎、オリオ、それから本庄もそうですね。本庄というのはものすごい広いですからね。あそこは本庄の人たちも私は本庄ですと言います。あれもまあ合併してますからね。合併の名残でそういうふうな言い方をするというわけであります。で、まあ、資料にも載せてますけど、黒崎町役場です ね。で、黒崎はですね、明治時代中心部どこかやったら藤田なんですね。藤田です。だからこの町役場も藤田にあったんですね。で、これは合併後、八幡市と合併が出張所にずっとなって残っています。ですから、北九州市内でですね、例えば区役所の出張所があるところあるでしょ。八幡西区だったら高尺にありますね、出張所。あれも高尺村が合併したから役場をそのまま残したんですね。
もう今建屋建て替わってますけど、若松だったら島郷というところに出張所がありますね。あれもなぜかというと若松市と島郷村が合併してるからなんですね。出張所を残すわけであります。で黒崎も八幡市と合併した時にはこれ出張所として機能を果たすわけでありますが、まあそれは大正15年に合併をするわけでありますが、その前にですね、黒崎というのは明治34年に官営製鉄所、開業当時は官営製鉄所と言ってたんですね。時代が下っていって八幡製鉄所となるんですね。皆さんよく八幡製鉄所って言うでしょ、あれは間違いですね。本来は八幡製鉄所が正しい呼称であります。その後安川電機製作所や日本タール工業とか黒崎窯業という企業がこの町で誕生をしてくるわけであります。また大正3年九州電気軌道株式会社のいわゆる路面電車が黒崎まで延伸をされるわけですね。北九州路面電車通ってましたね。ですからね、私今でも電車と聞けば路面電車のことを思い浮かべるわけですね。若い人たちに話をするとこんがらがりますね。私電車で来ましたってよくよく聞いてみたら汽車で来てるんですね。でそれ汽車で来たんだろうったら、いや電車ですって言うんですね。今の人たちは JR のこと電車って言うんですね。私ここらでもやっぱ路面電車のイメージがありますから、電車というと路面を走ってるもんだと思うわけでありますけども、例えばですね、全国各地旅行に行ってですね、戦前から発展している都市というのはですね、3つの共通点があります。一つはやっぱり路面電車が走っている、あるいは走っていたところ。でもう一つはですね、戦前からある高等教育機関があるところ。もう一つは軍営があると思います。で軍営でなければいわゆる政府系の大企業があったところですね、とか政府機関があったというのは、この3つがあったところは大体発展してます。例えば戦前の九州の中心部だった熊本市を見てください。今でも熊本には市電というのが走ってますね。それから戦前は熊本には六師団という日本一強かったとされる陸軍の師団があったわけですね。それから昔九州郵政局とか運輸局とかみんな熊本だったんですね。今郵政局だけ熊本にまだ残ってますけれども、そういう機関が集まってたわけですね。で北九州市でも言えば小倉、路面電車がありますね。でいわゆる旧制中学由来の高校というのが小倉には2つあります、ね、今でも。そして14連隊、そして後の小倉陸軍造兵廠とかいろいろできてくるわけですね。なんか軍営がある、そういうわけですね。で八幡の町、路面電車ありますね。それからちょっと遠いですけど東竹中学校がありましたね、昔、今の東竹高校。それから時代が下って八幡中学ができますね。そして八幡製鉄所がありますね。これはやはり戦前から発展している都市の要素を兼ね備えているわけであります。まあ、ちなみに私がですね、こうやって郷土史の講座をやって八幡のお話をするときですね、必ず聞くのがですね、東竹の卒業生って皆さん誰を連想されますかと、たまに質問するんですね。多くの方は高倉健と言います。ですからお若いですねと言いますね。これ戦前だったら旧軍神で古野少佐というのがおりましてね、この人の名前を挙げられる方が多いわけです。真珠湾攻撃の時にですね、特殊潜航艇という船でですね、5隻特殊潜航艇という船がですね、5隻で、真珠湾に特攻しましてね、10人乗ってたんですよ、1隻2人で。で、戦死するんですね。で、旧軍師になるんですね。1人いないでしょ、坂巻さんという方が捕虜になったんですね、海戦初日に。これはちょっとまずいということで、旧軍師ということで、9人だけ軍師になって。その中の一人の古野茂美さんという方が音楽町の出身だったんですね。で旧制東竹中学校から海軍兵学校行った方でしてね。で音楽の人たちはこれは地元から軍神が出たということで、昔は音楽や八幡でも今でいう西区の周辺の人たちの国民学校の児童がですね、軍神古野少佐の家に行きましてね、軍神ですから神様ですからね、参拝をしましてね、そして帰るというのがあったそうでありますが、そういうふうにして、それはちょっと余談でしたけどもね、戦前から発展している都市というのは、そういうふうな伝統ある学校もあるというわけで、あります。それから時間もちょっとですね押してきましたので、4番目、鉄の都とともに発展した戦後の黒崎ということで、ありますが、もともとですね、黒崎は発展をしてきたわけですが、人口が増えたのはやっぱ戦後爆発的に増えるわけですね。これ昭和20年8月の8日にですね、八幡大空襲というのがあります。で、中央町、
まあ、昔中央区ですね、いや西本町の焼け野原になるんですね、バーッと。で、アメリカっていうのはですね、物量のある国ですからね、空襲する前に一回重油まくんですね、それから焼夷弾を落とすんですね。でこう焼いていくわけですよ、うん、でまあ8月の8日八幡に大空襲がありまして、まあ、それに被災した人々、うん、あるいは製鉄所や火星のですね、社宅が建設をされまして、黒崎の市街地が拡大をするわけです。でもともとは戦前からですね、都市の区画整備事業というのは行われておりましてですね、現在黒崎駅前にですね、黒崎 の、 区画整備事業の記念碑が建っています。で紀元2600年建立と書いてますから、昭和15年のことであるんですね。ちなみに2600年でですね、昔歌もあったんですけど、いわゆる神武天皇御即位から数えて2600年ですね。昔そういう数え方してたんですね。だから西暦660年足すとその紀元になりますからね、今日計算するといいと思います。ちなみに私は紀元2640年生まれですね。で2640年生まれで、西暦でいうと1980年、ね、660年引けばそうなるというわけでありますけども、まあですから昭和15年から、まあ、区画整理事業というのは解消されたわけでありますが、戦後になりましてですね、やっぱ市街地が拡大をしていったり、あるいは昭和30年代になりますとですね、黒崎に井筒屋ができるわけですね、うん、あるいは銀天街の整理、そして昭和50年代になると蘇合というのができるんですね。ですから僕はちっちゃい時、黒崎の町というのはイメージはですね、蘇合と長崎屋であります。ありましたね。蘇合というと昔は黒崎というイメージがありましたね。後に小倉にもできるんです。蘇合はですね、誘致するのに20年かかりましたけども、10年持たなかったというんですね。百貨店でありますが、蘇合があったんですね。ちなみに皆さん、フランク長井の有楽町で会いましょうという歌がありますね。あれにデパート出てくるでしょ。あれは有楽町の蘇合のことなんですね。昔雨が降ると有楽町の蘇合ではですね、雨が降ると有楽町で会いましょう流してたんですね。で、何のためにかって言ったらですね、雨が降った合図なんですよ、店員さんに対する。で、店員さんは、あ、有楽町で会いましょうが流れてきたから、これ外雨降ってるなと言って、紙袋、ビニール袋のかかった紙袋にこう取り替えたんですね。で、傘を出した合図だったんですね。まあそういうことでありますが、黒崎といえば蘇合と。ですからね、僕なんかはやはり黒崎はそういうイメージですからね、この間待ち合わせをしてましてね、井筒屋の前で待ってるっていうから、今のふれあい通りでずっと待ってました。だから待てと暮らせば来ないんですね。相手は祖母のとこいたんですね。で、電話かかってきましてね、まあ、いないじゃないかって言うから、いや井筒屋の前で待ってるって言ったら、いやいや井筒屋の前に私もいるって、よくよく聞いてみたら、それ祖母じゃないかって言ったら、祖母はもうないって言われましてね怒られたわけですけども、ちなみに黒崎祖母はですね、あれ黒字で閉店してるんですね。黒字で閉店してるんですよ。黒崎倉庫儲かってたんですよ。でも黒字で閉店をしてしまったというわけでありますが、まあそういうふうにしてですね、黒崎の町というのはですね、まあ、百貨店があり、昔北九州市内はですね、大体どこも百貨店があったんですよ。門司は山城屋、小倉は古くは金安、それから井筒屋、そして菊屋、後の玉屋ですね。八幡にはですね、中央区に九州百貨店、後の丸物というのがありましてですね、で若松にはですね、今ルートインになってますけどね、丸菓子という百貨店があったんですね。それで各市百貨店があったんですが、まあ、今ではですね、井筒屋の独壇場でありましてですね、小倉はあんなに狭い町がギュッとしてますからね、あんなところに井筒屋が2軒もあるというですね、状態になっているわけで、あります。それからまあ平成元年に黒崎では火星の社宅の後ですね、プリンスホテルが建ちましてね、昔ライオンズのグッズがいっぱい売ってましたね。プリンスですからね、で小倉はライオンズファンが今でもいっぱいいるんですよ。なぜかというと西鉄ですからね。西鉄では戦時中にいくつかのこのいわゆる鉄道会社が合併してできた会社でして、その中の一番大きかった九州電気軌道株式会社というのは本社が砂爪あったんですね。ですからね、小倉中のこの西鉄ファンが多いんですね。で、今はそんなことないですよ。フォークスファンの方が圧倒的に多いんですけども、昔はですね、フォークスを応援してると何何回応援してるんだというふうですね、ことになったりしてたわけですけども、まあ僕はね、あれですけども、まあライオンズファン、まあやっぱね、親がライオンズファンなら子もライオンズファンというのがありましてね、ライオンズファンの同級生がですね、わざわざプリンスに行ってたということもあったわけで、あります。で、だんだん、まあ、副都心として、黒崎というのは栄えていったわけで、あります。
でですね、まあ、あの先ほど黒崎というのは大正15年に八幡市と合併をしたというお話をしましたけども、私の講座ですはですね、必ず一曲歌を流します。郷土にまつわる歌を流すわけでありますが、本当はですね黒崎の歌を流したいんですよ。いろいろ探したんですけども音源が見つかりませんでした。それでですね今日はですね、その八幡市歌という八幡市の歌をですね、お聴きいただきたいと思います。というか、まあ、これでご勘弁を願いたいと思いましてですね、資料の一番最後にですね歌詞を載せておりますのでですね、皆さんしばしの間お耳をですねこちらに傾けていただきたいなと思うわけであります。他にもですね、八幡音頭とかいろんな歌があるんですよね。ほとんど製鉄所なんですよね。でね、あれでありますけども、これどうするのかな。これか。うん、はい。という歌でありますけどもですね、今でもですね八幡の人でですね、まあ八幡市民のご経験の長い方はですねこの歌をよく歌います。私大学2つ行きましてね、最初は九州国際大学というところに行きまして、その後東京の大学行ったんですけどもね、九国大の同窓会の八幡支部の総会なんかありますとね、必ず大先輩この歌を歌いますね。学校の校歌も歌うんですけども、こちらがやっぱりあの力が入って歌うんですね。でなぜかというと、八幡はですね昔は小学校でこれ必ず歌ってたそうです。だから八幡市民だった方はですね、大体歌えるんですね。これがあの八幡の特質であります。もう一つ八幡の特質はですね、大体小学校にプールがあります。これなぜかと言いますとですね、海水浴できないんですね。海辺製鉄所ですから。だから製鉄所がですね、これプールを大部分こう寄贈してるんですね。建築費から鉄か、まあ鉄は作ってますからね、あれですけど。そういうふうにしてプールを作ってた。というわけであります。ちなみにこの八幡市歌はですね、黒崎町が大正15年に合併したと申し上げましたが、この歌は昭和2年に制定をされています。で、昭和2年というのは八幡市は市政施行したのが大正の6年であります。で、それから10周年記念ということでですね、あの市歌を制定しようということで八幡市歌ができたんです。
ね。で昭和のですね 2,3 年からですね昭和の10年代はですね旧北九州五市では鹿の制定ブームなんですね。八幡鹿もあれば門司鹿もあるんですよ。もちろん小倉鹿もありますし若松鹿もありますし戸畑鹿もあります。で現在ですね戦前の音源が残っているのは小倉鹿と若松鹿だけです。で若松鹿は小倉鹿はちょっと誰が歌ってるのかよく分かりませんが若松鹿はですね庄司太郎が歌ってるんですね。相当お金持ちだったんですねやっぱ若松っていうのはですね。でちなみに庄司太郎さんはあの鉄道の歌をあとよく歌ってます。あの大阪鉄道局の歌とかですねなんとか鉄道局の歌鉄道関係の歌多いんですよ。それとかあの関門鉄道トンネルが通った時に海の底さえ汽車を行くという有名な歌が発売されるんですがそれも庄司太郎さんが歌ってるんですね。でなぜかというと庄司太郎さんは元満鉄の職員だったんですね。ですからその関係で、まあ、鉄道関係の歌をよく歌ってるというわけで、あります。で、まあ、あの時間がもうあと10分ぐらいかなですのでですね、最終ページのところに人物編ということでですね、ご紹介をしたいと思いますけども、まあ、大体ですねあのこういう時ですね有名な人物を挙げるとですねあの無難なんですね。あのただあのそうではなくて本当にあの黒崎にゆかりのある人々を挙げようと思いまして3人挙げました。で1つはあの花田さんという、まあ、今でもまあ黒崎で花田さんとは多分有名だと思うんですけどもこの方はあの黒崎商業銀行先ほど銀行がいっぱいであの2つご紹介しましたがそのうちの1つですねの頭取をされた方ですが、まあ、この方はあのやっぱり藤田の出身でありまして、まあ、組長や区長いわゆるまあ行政区長ですねあの行政区じゃないあのいわゆる町内の区長ですねやられましてその後黒崎の町会議員をした後商工会の会長なんかをですね歴任しまして、まあ、黒崎っていうのはあの大正の、中期ぐらいからですね八幡市とやっぱ合併しないとダメだという機運になるんですね。そこでまあその合併に尽力をしまして、合併から、合併の翌年ですね昭和2年にいわゆる合併をしましたので市会議員の増員選挙というのが行われましてそれに当選をされておられる方なんですがちなみに写真用意しましたがこちら側の黒崎商業銀行であります。写真だけ見ますとねあの江戸時代の両替商みたいですけどね銀行なんですよ。でこれ藤田にありましてですね残念ながら昭和3年に亡くなるんですがそういうような銀行も経営をされていたということで、あります。これは藤田の方ですね。あと、まあ、望月さんという方、この方は八幡市の郵便局長ですね。今あの大体大きな郵便局長とみんなあのいわゆる日本郵政の社員ですけどねこの頃の郵便局長というのはやっぱ土地の名士が郵便局長になるんですね。でなぜかというとあの明治新政府がですね郵便局を作った時に全部あの庄屋さんとかに任したんですね。いわゆるなんで庄屋に任したかというと当時その明治時代に郵便ネットワークを作るのに大変苦労された前島密加工という方がですねあの今でも1円切っての肖像になってますがこの方が今のいわゆる郵便の基礎を作った方でありますがこの方がですね全国あまたにいろんなところにその郵便局を作るのにさあどうしたもんかと頭をひねったんですね。でそんな時に思いついたのがどんな田舎ででも庄屋はいるわけですね。でその庄屋さんたちに頼んで郵便局を開局したんです。でその間条件があったんですね。それはあの世襲をしていいという条件だったわけで、あります。ただですね最近になってこの約束保護にされるんですね。ちょっと郵政民営化になりましてねあのですからあの私の知ってる郵便局長さん言ってました話が違うとですね国の約束もこんなになっちゃうのかということでですね大変憤りを覚えておられましたがちなみにこの望月幸太郎さんという方はですね福岡の周遊館ですね、中学の出身でありまして、まあ、昔はみんな誰しもですね男はあの軍人になるのが夢でありましてですねこの方は砲兵第6連隊というところに入隊しまして、陸軍の砲兵少尉ですね。あの陸軍でもですね例えば歩兵とかあるでしょ歩兵とか砲兵とかですね砲兵とかありますね。あれ昔はですね爪襟で軍服で必ずこう色分けされたんですね。歩兵は赤なんですね。砲兵は山吹色とか航空兵は 青ですね。で憲兵は黒とか軍員は緑と決まってたんですね。これ意味があるんですね。歩兵は血の色ですね。砲兵は山吹色なの火薬の色ですね、うん、で航空兵があの青なのはもう空の色ですね。で軍員が緑なのは薬草の色です。こういうふうに色分けしてたんですけどねこれ昭和13年にあの戦略上不利になるということで亡くなりますがでそういういろんなこう陛下というんですけどね陛下
兵とかこう軍隊で分かれてますけどね、兵や兵かですけどね。兵かって分かれてますけど、もうあの陸軍の中で一番エリートとされるのが砲兵なんですね。大砲を撃つのには諸元ってこう分かってないとですね、大砲っていうのは撃てないでしょ、ちゃんと。何の気なし相手の方向かって撃つわけじゃないんですね、大砲中。ちゃんと計算して撃つんですね。数学ができないと砲兵になれないんですね。で、何が言いたかというと、望月さんという方はそんだけ頭が良かったということをですね、声高に言いたいわけでありますが、まあ、この方は、大正6年に黒崎の消防の、まあ、いわゆる消防団ですね、今でいうと、のトップであったり、商工会の評議員をされた後に、合併後は八幡の商工会のですね、評議員として、いわゆる経済界で活躍をされる方であります。それから最後には中澤さんと、この方はですね、あの八幡市の記録を見ると必ず出てきます。いろんなことで。で、黒崎で当時有名人だったようでしてね、市議会でこう大活躍をされた方のようですが、まあ、あの一匹狼だったらしくてですね、当時 の議会の記録なんか見るとですね、あのこの人が質問してなんかこう通そうとした時に、大体あの他の議員がちゃちゃを入れるというですね、記録が残ってますけども、あのかなりの、まあ、剛腕だったようでありますが、まあ、中澤寅吉さんという方、みんな3人とも藤田の出身ですね、まあ、先ほど黒崎のいわゆる戦前の中心は藤田であったということを言いましたけども、まあ、そういうふうにして藤田からですね、いろんな人物が地名詞が輩出をされたというわけであります。で、現在ですね、やはりあの黒崎町おこしをしようということでですね、曲がりの松並木ですね、あそこなんか昭和の60年代ぐらいまで悲惨なもんだったんですよ、はっきり言ってですね。ただまあ再整備をしましてですね、これどうにかして観光資源にできないかということと、折からの韓米ブームでですね、北九州市も頑張っております。で、現在ですね、皆さん長崎街道筑前無宿道中マップというのがありますね、これ見たらですね、いろんなあの筑前無宿のことが載ってます。あの決して歩いて、行ってくださいというわけじゃないんですよ、まあ、こういう風なのがありますよということで、こういうようなパンを作ったりですね、やってるわけですけど、北九州はちょっと韓米ブームがあった時乗り遅れましてね、中津に全部取られたんですね、正直申し上げるとですね、まあ、どういう原因かよく分かりませんけどもね、まあ、ちょっと他の市に比べるとですね、遅れを取った北九州市でありますけども、まあそんなですね、黒崎というのは曲がりの松並木があり、宿場町の跡があり、そして近代の発展した跡形がありですね、いわゆるその時代の変遷とともに躍動をしてきた町であるわけでありますが、皆さんご存知のように黒崎が合併した八幡市もですね、昭和38年に、人類未踏のですね、五市対等合併を成し遂げて北九州市となるわけであります。で、北九州のですね、写真を1枚ご紹介して結びとしたいわけでありますけれども、これはですね、昭和38年第1回目の北九州市長選の直前の写真であります。ここに林信夫後援会事務所と書いてます。これ同じ小倉の駅前通りでありますが、で、奥にはですね、吉田芳生後援会事務所と書いてあります。これどういうことかと申し上げますと、八幡市の最後の市長は大坪市長という方なんですね。文字では柳田桃太郎さんという有名な市長さんがおられました。港祭りでですね、柳田市長は桃太郎の格好をしてですね、登場したということで有名なんですね。桃太郎市長が桃太郎の格好をして港祭りに参加をしてたんですね。で、小倉は林信夫さんという弁護士出身の市長さんでした。で、戸畑は白木市長で、若松は吉田慶太郎さんといってですね、有名な吉田磯吉さんの養子ですね、あの方が市長だったんですが、合併した時に旧五市の5人の市長は新しい市の市長選には出馬をしないという約束があったんですね。ところがですね、保守系の候補者を統一する時に自民党が揉めたんです。当時自民党と民社党がで揉めて、革新系は吉田芳生さんというですね、この人は参議院議員ですけどね、恩賀出身なんですが、この方を担いだんですね。で、保守系の陣営が割れましてね、で、約束を破ったのが林信夫さんだったんですね。いやいや、そんなら俺が出るよと、杉本さんという方が本当は出たんですけどね、最終的に福岡県知事とかやった方なんですが、あんなよそから連れてくるなら僕が出ると言って揉めるんですね。で、当時大野万木さんという衆院議長がやった自民党の重鎮がですね、いやちょっと待てということで、保守分裂は回避をしたいということで、林信夫さんはですね、これ後援会事務所を開いてすぐにですね、じゃあ出馬取りやめますって、
僕は弁護士に戻りますと言って、弁護士に戻ってですね、杉本勝治さんという方とこの吉田芳生さんという方がですね、出馬をしましてですね、市長選を戦って北九州市ではですね、吉田芳生さんが通ったという事実があるわけでありますが、本日1月25日は北九州市長選挙とですね、若松区の市議会議員の補欠選挙がありますので、もし投票がお済みでない方は行っていただきたいと思います。でなぜですね、郷土史家の私がこういうことを申し上げるかといいますと、例えばですね、後世に残さなければいけない建造物であったり遺構であったり、そういうものが行政の都合で姿を消す時代になってまいりました。決めるのは政治家なんですね。でその政治家を選んでいるのは皆様方であります。私は全ての遺構を残せとは申し上げませんが、やはり時代の子どもたちに残していかなければいけない建造物や遺構というのが北九州市内には数多く存在をするわけであります。私たち郷土史家は皆さんの目の前でですね、いや、あの黒田官兵衛のドラマと本当の歴史の実は違うんですよとかいうふうにしてですね、お話をするしかできません。しかしながら実際に歴史の建造物や遺構を残すのは行政であり政治家の仕事なんですね。ですから我々はちゃんと郷土史のこと、あるいはふるさとのことを理解した政治家を輩出してですね、時代の子どもたちに恥ずかしくない街づくりをしていかなきゃいけないというふうに私は常々思うわけであります。ですから皆さん、今日はですね、私は取り留めのない話をしましたけども、ぜひ今日からはまず優秀な郷土の歴史に理解のある政治家を見極める目を養っていただきたいというのが一つと、大河ドラマを見るときにはこれは本当かなというふうに大いにバイアスをかけて楽しんでいただきたいと思うわけでございます。ご清聴誠にありがとうございました。はい、どうも菊池先生ありがとうございました。もう一度大きな拍手をよろしくお願いします。今菊池先生がいろんな写真をですね、上げてくださいましたけど、これからはですね、ワークショップでいろんな、これもあるんですけども、他の写真もいろいろと出てまいります。でその写真をですね、皆さんに選んでいただく、そういったワークショップを、していこうと思っております。で、畑野先生にも菊池先生にも残っていただいて、いろいろと写真についてご教授いただきながらという特別ワークショップになっておりますので、ぜひ皆さんですね、残っていただいて、ワークショップ参加していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。でこれからちょっと10分ほどですね、トイレ休憩の方を、取らせていただきます。でちょっとワークショップの準備の方も、ありますので、そうですね、15時15分から、ワークショップの方を、開始させていただきますので、皆さんそれまでにこちらにお戻りいただければと思います。でまたですね、皆様にお配りしているアンケート用紙なんですけども、アンケート用紙ぜひとも皆さんご提出いただけたらと思いますので、書ける部分からですね書いていただければと思います。でまたですね、あとこちらネーム、フォルダーにですね、今後ワークショップで皆さんちょっと名前をこういうふうに呼ばれたいみたいな名前をですね書いといていただけると助かります。それで呼び合ってですね、年齢の差関係なくいろいろ触れ合っていただけたらなと思いますので、皆さんですね、気軽に、楽しんでいただけたらと思います。それでは15分まで、休憩とさせていただきます。また15分からよろしくお願いします。